それでは、ただいまから令和5年度地域包括ケアシステム関係機関連絡会議、地域の医療と介護を考えるトップセミナーを開催いたします。本日の全体進行を務めます島根県高齢者福祉課地域包括ケア推進室長の富岡でございます。どうぞよろしくお願いいたします。開会にあたりまして、島根県健康福祉部部長安食よりご挨拶を申し上げます。皆さん、こんにちは。本日は、皆さん、ご多忙の中、地域の医療と介護を考えるトップセミナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。トップセミナーと謳っておりますように、この会場と、それからリモートで、県内各地をつないでおりまして、多くの市町村長さんをはじめ、市町村の幹部職員の皆さん、それから、島根県医師会の会長さん、副会長さん、はじめ、県内の医療介護の関係団体の皆さん、また、県内の医療機関の院長さん、福祉施設の施設長さん、そして、県内7つの保健所の所長さんなど、会場でのご参加、それから、リモートでのご参加により、今日は約180名の方にご参加をいただいております。このように、たくさんの方のご参加をいただきまして、本日のトップセミナーが開催できますこと、主催者といたしまして、感謝申し上げますとともに、改めて本日のテーマがですね、いかに関心の高いテーマであるかということを痛感しているところでございます。そして本日は、産業医科大学医学部公衆衛生学教室の教授でいらっしゃいます松田晋也先生と、前の益田赤十字病院長で、現在は津和野共存病院の院長でいらっしゃいます北見光弘先生からそれぞれ基調講演をしていただくことになっております。お二人の先生にはご多忙の中ご講演をお引き受けくださり、本当にありがとうございます。益田先生には会場から、北見先生にはご都合によりアーカイブ動画によります講演となっております。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。さて、本日のトップセミナーの開催趣旨につきまして、少しお話をさせていただきたいと思います。皆さんご承知の通り、本県の地域医療、介護を取り巻く環境は、人口減少であったり、少子高齢化などの影響によりまして、年々厳しさを増しておるところでございます。地域の拠点病院におかれては、医師、看護師をはじめとする医療従事者が不足する中で、ベッド数がどんどん減少しておりまして、また、地域の診療所におかれては、医師の高齢化や後継者の課題によって、診療所の数や医師数が減少してきております。地域によっては、在宅医療を含む一時医療の提供が難しくなっている地域も出てきております。また、介護施設や在宅サービス事業所におかれても、人口減少局面で相対的に高齢者の割合が増加する中で、介護職員が不足し、また、中山間地域などではサービス提供が効率的にできないところもあって、ここも地域によっては事業所の運営が困難になるところもあるなど、今後それぞれの地域で高齢者をどういうふうに支えていったらいいかということが課題というふうになっております。また、今後は地域コミュニティの維持や、医療介護だけではなく、日常生活に必要な機能サービスの確保が難しい地域が増えていくことが予想されております。すでに待ったなしの地域もあれば、今後は県内どこの地域においても、地域の医療や介護サービスなどの維持確保が難しくなってまいります。今後は、各地域で、市町村や保健所が中心となって、地域をよく知る医療機関や介護サービス事業者、または住民の皆さんなど、関係者が一時医療や介護サービスのあり方について議論する場を作って検討していく必要があると考えております。そして、こうした検討の場において、地域の拠点病院が一時医療に果たす役割であるとか、また活用できる物的人的な資源が減少する中で、
どういうふうにして効率的に医療や介護サービスの提供をしていくかということについて、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。そのような中でキーワードになりますのが、役割分担と連携であるというふうに考えております。本日ご参加いただきました皆さんをはじめ、より多くの関係者の皆さんで地域の課題を共有し、それぞれの医療機関や介護サービス事業所の強みを生かしながら、役割分担と連携を考えていくことが大切でございます。本日のセミナーを通じまして、2025年の次は、今度は2040年、団塊の世代の皆さんが90歳を迎える年と言われておりますけれども、この2040年に向けて、各市町村ごとに具体的なロードマップを描くきっかけとしていただきたいと考えております。県も我がこととしてこの検討に取り組みまして、地域での検討を支援していきたいと考えております。本日、松田先生には基調講演におきまして、人口構造の変化に伴う医療介護需要について、客観的なデータをもとに、今後の県内各地域の状況についての分析をお話ししていただくこととなっておりまして、これらの各地域での検討のポイントが明らかになるというふうに思っております。また、北谷先生の基調講演におきましては、これまで先生が増田県域で県域内の医療ニーズ、介護ニーズなどを見据えられて、病院間の役割分担や連携を考え進めてこられたことについて、具体的なお話がをしていただけることになっております。県内の他の県域においても、検討にあたっての参考になるものと考えております。ご講演の後、質疑応答の時間を設けておりますけれども、質疑も含めまして、活発な意見交換の場になることを期待をしております。さらに今年度は、市町村におきましても、県におきましても、保健医療計画、介護保険事業計画の同時改定のに向けた検討の年になっております。皆様方をはじめ関係者のご意見をしっかりと伺いながら、県内の各県域において県民の皆様が必要とされる医療、介護サービスをしっかり確保維持できるように、次期計画の策定に向けた検討を進めていきたいと考えておりますので、引き続きのご協力をお願いしたいと思います。最後になりますけれども、本日のトップセミナーを契機に、本県におきまして、今後の地域の医療・介護サービスのあり方を考える検討の機運が一層高まることをご期待申し上げまして、冒頭のご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それでは、お手元にお配りしております次第により、進めてまいります。まず、産業医科大学医学部、公衆衛生学教室教授、松田晋也先生よりご講演をいただきます。次に、津和野共存病院院長、北谷先生よりご講演いただきます。最後に、質疑応答の時間を30分程度設けております。本日は、市町村長の皆様にもご参加いただいておりますので、コメントをいただきたいと思っております。また、会場からも、コメントいただきたいと思っております。オンラインの方はチャット機能を使って随時ご質問いただいても結構ですのでご活用ください。ここからは本トップセミナーの座長を務めます島根県建国支部医療統括官谷口の方が進行いたします。谷口医療統括官よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。本日座長を務めさせていただきます島根県の建国支部の谷口と言います。今日は2つの講演があって、非常に時間も短いので、コンパクトに自己紹介などはなるべく省きながらですね、進めさせていただきたいと思います。それでは早速講演1に入りたいと思います。産業医科大学医学部のですね、公衆衛生の松田先生ですけども、ちょうど台風の関係で、実はちょっと心配もしてたんですけども、無事に疲れてよかったなと思いながら、ちょっと安堵しているところであります。非常に高名な先生ですので、知らない先生おそらくいないんじゃない、方は少ないんじゃないかなと思います。で、国の委員とかですね、そういうのも様々やっておられて、医療経済とかですね、そういう分野で非常に造形の深い先生になります。で、今までも島根県において、二次医療圏ではですね、いろんな推計をしていただいておりましたけども、今回ちょっと無理を言って、市町村単位でお願いしますと
ということで、市町村単位のもの、まあ、ちょっと推計の、精度は少し落ちるかもしれませんけども、ただまあ、これがあることによって、議論をより活発化しようという趣旨でですね、作ってきていただいておりますので、ぜひ参考にしながらですね、聞いていただければと思います。それでは松田先生、よろしくお願いします。じゃあ島根県における人口構造変化と医療介護需要ということでお話をします。で、市営利益相反はありません。基本的に島根県でこれから考えなきゃいけないのっていうのは、この慢性期の医療をどういうふうにやっていくかということだろうと思ってます。で、慢性期っていうのは、まあ、入院、主に療養病床ですけども、入院と介護施設と在宅を合わせたもの、これが慢性期になるわけですけども、結局各地域では、この3つの配分をどうしていくかっていうことなんですね。で、地域医療計画とか介護保険事業計画っていうのは、やっぱり整合性を持ってやられなきゃいけなくて、で、各地域の医療資源とか介護資源とか地理的条件の制約を考えながら、まあ、この3つのベストミックスを考えることが求められます。まあ、端的に言っちゃうと、例えば国はこうやって在宅医療の時代がやってくると言っています。で、この青色のところが2040年以降に在宅医療を受ける患者さんが最大となる年と。で、島根県も、大田ですかね。大田以外は全部、2040年以降に最大になるという推計になったと。ただ、これができるかどうかって、その地域の条件によるんですよね。診療所がないところで訪問診療やれってもこれ無理です。で、診療所がないところっていうのは、実はもう外来需要が落ちてきているので、そこで新しい新規に対応してくれる先生はほぼ期待できない。そうすると在宅医療の、ニーズは出てくるんですけども、それが難しいとなれば、要するに残りの病、まあ、入院と介護施設をうまく使いながらやっていくしかないわけです。あと診療所がないのであれば、そこにいる病院が在宅医療やらなきゃいけない。どうなってくる。要するに国の推計料出てくるんですけども、それができるかできないかっていうのは、各自治体の条件によるんですね。で、これからその人口が減っていく地域では、どう考えても住宅政策との、総合性が大事になります。例えば北海道に阿諸町っていう町があります。まあ、松山千春が出たところですけども、そこももうそういう人口過疎になってきていて、で、彼ら今何やってるかっていうと、病院の周辺に全て集めてる。病院の周辺に金融機関も集めてるし、スーパーも集めてるし、それからその町内のバスが全部病院を通るようにしてるんですね。で、病院の周辺に住宅も作っていって、で、そこに、まあ、その高齢者がまとまって住んでいただくような形で、住宅政策と介護政策と医療政策をくっつけてやってるんですね。まあ、実はそれ以外に教育政策も一緒にやってるんですけども、阿諸町っていうのは阿諸高校ってなんですけども、北海道ルールがあって、42万、その年の入学者が42万だと、高校がなくなっちゃうんですよね。で、高校がなくなると、阿諸町の中学生は卒業と同時に外に出てってしまう。戻ってこないので、そうするとその町を支えてくれる人がいらなくなっちゃうんですね。で、から何やってるかっていうと、阿諸科東大プロジェクトってやっていて、阿諸高校の学生さん、あるいはその阿諸高校の、OB であれば、OB 教授であれば、まあ、無料でその塾が受けられる。で、結構、まあ、うまくいっていて、進学率も上がってきて、で、何が起こってるかっていうと、今その阿諸高校に、まあ、沖と一緒ですけども、町外から子供たちがやってきた。で、そこで面白いんですけども、その町外の子供たちと、その高齢者と、グループホーム、これ一緒にしちゃって、一般住宅と。で、彼らが一緒に住めるようにしてですね。まあ、そういう形で、なんとかその地域を守るとか、まあ、住宅政策とかそういうのと一緒にやっていかないともう間に合わないわけです。でも、なかなか面白くてですね、その住宅も、阿諸ってのはその、阿諸というのは林業が盛んなんですけども、その地元の木を使った住宅をいっぱい作って、なんていうの、その阿諸町に住んでるっていう、そういうなんか町民意識みたいなのを高めてるんですね。そういうことをやっぱ多分やっていくっていうのは今求められてることだな。まあ、いずれにしても在宅医療の重要でやっています。
で、在宅療に関係する要因というのをちょっと分析してみました。ちょっとややこしい図で申し訳ないんですけども、まず見ていただきたいのが、もう在宅医療と代替施設と入院機能と。代替施設は介護施設のことです。介護施設と在宅医療の係数はマイナスですよね。ということは、要するに、たくさん介護施設があるとか在宅医療が少なくて済むし、在宅医療たくさんやってるとか在宅施設、介護施設が少なくて済む。同じように入院機能と在宅療はマイナスです。要するに、たくさん入院できているところは在宅療ないけれども、在宅療たくさんやってるとか入院機能も抑えられると。ということです。要するに、だから介護施設をやるのか、在宅でやるのか、入院でやるのかということをこれを考えないと。でも、そうは言っても、なんだかんだ言っても、この島根でも多くの地域、出雲とか松江とかは在宅療を増やさざるを得ないんですよね。それではそういうところで在宅療を増やすとすると何やらなきゃいけないかって一番大事なのは緊急対応機能なんですよね。緊急時に対応する機能がないと、やっぱり皆さん安心して在宅済みません。何かっていうと、やっぱり緊急の往診ができるとか、それからその高齢者の救急ですので、地域おかずケア病棟でさっと受け入れることができるのか。そういう仕組みをどう作れるかというのが一番大事。で、二番目は何と言っても在宅人材。要するに、所在診療で見てますけども、診療所があるのか、訪問看護があるのか、それから ADL のケアしないといけないので、訪問介護があるのか。そういうのがないとなかなか在宅は別に進む。それからその次は在宅支援機能です。で何かっていうと、訪問か、薬剤管理とか、訪問の栄養とか、それから帰り派ですよね。こういうのがあるのか。それからもう一つすごい聞いてるのが、多幸住って書いてあるんですけど、住宅です。要するに在宅やりやすい住宅があるの。こういうことをやっぱり全体的に考えていかないとなかなか在宅って進められない。で、今日は市町村のデータ作ってますけども、基本的視点は、これから病気として何が増えるのかという話と、それから、介護保険でどういうサービスがたくさん使われるのか。という話です。で、そういうものを含めて見ていただきたいと思います。例えば松江なんかだと、これから介護需要がものすごい増えるんですよね。特に施設介護が6割増しぐらいになってきます。仮に2015年の使い方をすると。で、一番の問題は、これだけの施設介護ニーズを増えて賄えるのか。何が賄えるのかっていうと、保険料です。介護保険ってあれですよね。給付限度額があって、在宅の人たちって 50% しか大体使ってないけども、施設に入れば満額使っちゃうわけですよね。給付金がいっぱい使っちゃって、おまけに特養とかに入っている人は結構低所得の人が多いので、補足給付が入る。そうすると、その保険料に対する影響もめちゃくちゃ大きいんですね。で、そうすると、払える範囲の保険料で抑え込もうとすると、多分こんなに施設は増やせない。で、そうすると、要介護2とか要介護4とか、だいたいそのくらいの話だと思いますけど、そういったちが在宅出てくるんですね。そして今までもよりも医療ニーズが大きくて、しかも介護ニーズが大きい人が在宅に出てくる。そういう人たちの在宅をどういうふうにやっていくかっていう、ちょっとそのメディカルな医療的な要素の強い在宅がこれから、この島根、松江とか出雲は重要になってくるということです。で、まあ外来は、残念ながらもうそんなに増えません、需要は。だけど、外来が全然増えないんですけども、今いる先生たちでもう少し頑張って在宅医療を増やしてもらうということになると思います。ただ医者も年取ってきます。そうするとやっぱり在宅医療がやりやすい環境を作っていかないといけないんですよね。ただその時に在宅医療をやりやすい環境っていうのが、今地方って東京でもでき始めてますけども、一部屋が2畳ぐらいで、要介護4とか5の人たちだけ入れる老人アパートで始めてます。家賃は低く抑えるけれども、その代わり、訪問診療とか訪問歯科診療とか訪問介護、訪問看護全部入っちゃうっていう、結局不限度額と同じぐらいになっちゃうんですけども、でもそれとかもう寝かせっきりです。でもそういう質の悪い在宅医療が増えちゃいけないんだろうと。そういう意味ではその在宅医療が適切にやられていくための、監査の仕組みみたいなものをちゃんと作っていかないといけないんだろうと。これはもしかしたら行政と医師会の方で両方にやっていかないといけないと思うんですけども。いや、一方、大田市の場合はもう介護ニーズ自体が減少します。で、支えてとなる現役世代も減少してくる。診療所も減少してくる。診療機能も減少してくる。そうすると、現在ある介護施設、療養病床の機能をまず維持しながら、住宅政策絡めていくしかないんですよね。
ある程度やっぱり医療機関とか介護施設の周りに住んでもらうってことをやっていかないと、多分サービスが提供しきれなくなる。そういうことを多分行政と地域の自治体、医療機関、介護施設が話し合いながらやっていかないといけないんですね。これ松江市です。松江市も人口減ってきています。2020年から2040年に関して、こういうふうに人口ピラミッド増えてきますけども、一番大変なのは、松江市はなんだかんだ言っても、若い世代が残ります。残るんですけども、見てもらってわかるように、一番人口が多いのは、女性で言うともう95歳、90歳以上なんですよね。90歳以上の人たちが2020年の倍になる。どこも女の倍になります。でもこれからものすごく増えてくる後期の後期高齢者をどうやって若い世代で見ていくのか。で何が起こっていくかっていうのも、これも簡単な話で、今、85歳以上のこの地域の女性がどういうサービスを必要としていて、入院とか入所の後に対象が退院するときにどういう調整が必要になっているのか。そういうのを調べていけば、それが倍になると思ってください。多分これはもう各病院の連携室の人とか、地域連携室の人とか、それからケアマネージャーの人たちはもう気づいてるはずです。でしかも、もう一つ大きな問題があって、これからやってくる団塊世代も含めて、専業主婦が多いんですよね。専業主婦が多いということは、旦那さんの遺族年金が入るしたらいいと思うんですけども、国民年金でずっとやってきた人たちは、旦那さん亡くなった瞬間に収入が半減するんですよね。要するに現金収入がすごい少ない状況の中で、結構長い時期を生きていかなきゃ。実はその、高齢者も、高齢、この、これからの高齢社会って、高齢女性問題なんですね。で、それは多分貧困の問題が絡んでくる。そうすると、高齢の単身女性が、医療とか介護を受けやすいような住まいのあり方とか、そういうことを今から工夫していかないといけないし、だからなるべくやっぱり、80代であっても、皆さんが自立して生きていけるような、そういう視点での介護予防というのは考えていかなきゃいけないんだろうと思います。で、これ松江市の、介護です。さっき言ったやつですね。これ見方は2015年の性年齢階級別の介護サービスの使い方がそのまま続くとしたら、各年度でどのくらい必要になりますよと見たものです。そうすると、見てもらうとわかるように、老人福祉施設とか、介護福祉施設とか、保健施設とかが、まあ、6割増しになってくると。で、まあ、実は、在宅も50%増えてきちゃうんですけども、全部増えてきちゃう。でも、多分、こんなに施設介護を増やせないだろうと思います。保険料への影響がすごく大きいので、これ最近、週刊現代かなんかでも特集されちゃいましたよね。今は、要するに基準限度額に合わせて、一番安いとか一番高いところって、一番階層を作ってるってこと、16段階あります。もうすごい、だから、一番安い人は2000円ぐらいしか払ってなくて、一番高い人はもう2万円ぐらい払ってるって形で、10倍ぐらいの格差が出てきちゃってるんですけども、介護保険ってもうデータが出てて、まあ出てて分析して分かってるんですけど、介護保険料たくさん払ってる人って介護保険使ってないんですよね。元気な人多いから。でそうすると、このままの状況で介護保険料が上がっていったときに、今たくさん払ってくれている人たちが納得してくれるかってところがすごく大事だと。納得してくれるためには、そこに住んでるってことが安心安全じゃないといけないんですよね。この安心安全な街に住んでるから、皆さん介護保険料を払っていいと思ってくれるようにしないと、多分苦情が殺到します。あるいは転出しちゃうかもしれない。これが一番怖いですよね。で、SCR という指標があります。SCR 指標って何かっていうと、ある医療行為に対応したレセプトが、全国の性年齢階級別の出現率で出現したときに、その地域で実際どのくらい出てくるのかということを、まあ、期待数を求めるんですね。で、それ実数割って、それで実数割ってあげて100をかける。これ100より大きいってことは、その機能に相当する医療が性年齢を補正しても全国より多く提供されている。小さいということはあまり提供されていないことを意味します。これ市町村別のやつも全部、内閣府で公開されてますので、いろいろ見てみてください。今日はその在宅に関係するやつだけ作ってます。で、介護のやつは僕は自分で作っちゃったので、ちょっとこれは公開されてないですけども、例えば松江の SCR、
除細診療 99.1、全国並みですよね。それから一般病棟 109.7、これも全国並み。ところが、療養病床が 61.5 で少ない。帰り派142.2で全国4割増し。地域包括ケアも144で全国4割増し。往診は全国並みで、ずっと見ていくと、在宅患者訪問診療も全国並み。で、救急搬送は割と少ないね。訪問看護140ですので、まあ、結構在宅やられていると。で、横に見ていくと、介護施設は152ですので、全国よりも5割増しであると。要するにもう全国規模で考えたときに、松江ってもうすでに全国で5割ぐらい介護施設多いんですよね。それをさらに増やせるのかって話になる。左高重が100ですね、全国並みで、ショートステイ114。訪問看護とかは結構やられてますし、通所もやられてる。そうすると、この島根の、この松江の場合には、まあ、わかりますよね。先ほどの3つを比較してみると、療養病床が足りない分だ。その分を結局もう今在宅と介護施設をやっている。で、療養病床ってこれからなかもう増やせませんので、そうすると、この松江ってこれから需要が上がってくるわけだけども、どう考えたって在宅量を増やさざるを得ないわけです。で、要するに、ほぼ在宅、ドキドキ入院入所ってことをやるためにすると、今たくさんあるこの地域包括ケア病棟とか、それからその、介護施設をうまく使いながら、まあ、介護施設のショートステイですよね。そういうのを使いながら、そのいかに在宅確率を高めていくかという、そういう対策をやっていかないといけない。そうするとですね、診療所と地域包括ケア病棟の連携を軸とした在宅医療支援体制をどういうふうに作っていくかということが、多分この松江市では一番重要になっている。これ連携できているかどうかですね。で、これちょっと他の地域のデータですけども、じゃあそもそも要介護高齢者って何があると悪くなっていくのかという分析を示します。ちょっとめんどくさい図なんですけども、結局これで言ってることは、年齢が一番効いてます。60から74歳を対象にすると、あと85歳以上ってもう76倍以上も悪化するんですよね。当たり前だけど。年齢もどうしようもない。それ以外で、要介護って何が、なんで上がっていくかっていうと、基本的には入院を必要とするような病気にかかること。それ何かっていうと、肺炎とか、骨折とか、尿路感染症とか、心不全なんかとか、そういう病気になっちゃう。入院が必要となるような病気になると、入院して悪化しちゃう。じゃあ、それ今どうなってるかっていうと、まあ、DPC 病院っていうのがいわゆる急性期病院なんですけども、急性期病院にどういう病気で介護施設、福祉施設から運ばれてくるかっていうと、やっぱり誤嚥性肺炎、尿路感染症、大腿関節の骨折、肺炎、心不全、脳梗塞、脱水。だいたいこれでも半分いってます。で、これって何かっていうと、ここに出てきてるやつですよね。要するに、介護施設でこれかかってるこの病気で、実はその、急性期病院に入院して、それで要介護度が悪化して帰っていくという状況があるわけです。これもうちょっと詳しく出てるんです。これちょっと他の県のデータなんですけども、これ見方はこのゼロマンスっていうのが、心不全で入院した月です。で、オレンジが、これが医療費の平均点。で、グレーのところが、これが介護保険 の平均点。で、折れ線グラフは生きてる人の数です。だんだん減ってますよね。当たり前だけど。で、これ見ていただきたいのは、医療費はだいたい元に戻るんですよね。1年経つと。ところが、介護保険の平均値見ると倍になってますでしょ。要するに、こういう心不全で入院して治療を受けると、要介護度が悪化して家に帰って、全部一緒です。股関節の骨折もそうだし、それから、肺炎もそうです。尿路感染もそうです。要するに、入院が必要となるようなこういう病気になって、家に戻って、入院しちゃうと、悪くなって、要介護度が悪くなって帰っちゃう。なぜそうなっちゃうかというと、入院期間中に十分なリハビリテーションがやられてないから。特に ADL のケアが、ADL がやられてないですね。あと最近よく言われているのは、どうも入院期間中の栄養が高齢者に対して足りないんじゃないかと。結構、栄養士さんがやっぱりカロリー中心に考えちゃうので、どうしても薄味とか、例えば高齢者1200とかにやっちゃうんですけども、食べないんですよね、高齢者は。それだと。薄味だし。
あんま言いたくないけど、それほど食欲も そそがないし。ということで、今、慢性期の人、日満教というところが何やってるかっていうと、慢性期に入院してくる高齢者に対して、あと回復リハに入ってくる高齢者に対して、少しカロリーの高い食事を与えてるんですね。今まで例えばささみを茹でたやつをあげてたのを、それを唐揚げにする。そうするとカロリー 1.5 倍になるんですよね。アジも、普通にこの焼いてたやつを、まあ、骨取って焼いたりとかしてたんです。それをアジフライにすると 1.5 倍になるんですね。と体重が増えて帰っていくと皆さん元気になるぞ。で考えてみると、もう85歳の人たちに減塩指導してもしょうがないですよね。やっぱり美味しいもの食べさせてあげないとちょっとかわいそうだと思う。でそうやって少し元気にさせていくっていう視点での多分、これから栄養管理が大事なんだろうと。これだから多分この辺は地域の皆さんのところの食進会の会員の人たちと、一回調査した方がいいと思うんですね。各地域の高齢者が本当は何が食べたいのか。やっぱりその、彼らが食べたいと思うものを食べさせてあげないと、うまくいきません。っていうのが、リハビリテーション栄養と最近言われていて、やっぱりカロリーがちゃんと入って、ある程度その栄養取れてないと、リハビリテーションやっても効果が出ないんですよね。そういう視点で今まで実はあんまりやってきてないんです。ちょっと今まで逆になっちゃうので、今まではどっちかというと減塩指導とか、それからコレステロール制限とか、なんか美味しくない食べ物をみんなで進めてたわけですけども、でもやっぱり高齢者ともそれじゃダメだってことが最近分かって。いずれにしてもこの分析が示していることは、脳梗塞とか股関節心不全肺炎という、これもう一回出てきますけども、高齢化に伴って増加する患者の多くが、すでに介護保険使っちゃってる人たちなんですね。介護保険使ってる人なので、医療と介護の連携はこれは当たり前です。ところが、今、例えば地域や会議。それから、地域旅行層調整会議。一部の人しか入ってないですよね。全職種が入ってない。こういう少し考えてて。で、それから、これからとっても大事なのは、なんといってもやっぱ疾患の発生につながるようなリスクの管理が、介護の現場で必要なんです。そうするとですね、やっぱり予防の視点を持ったケアマネジメントが必要なんですね。これは病棟で看護師さんがやっていることです。例えば、嚥下障害がある高齢者に対しては、嚥下障害があるので、嚥下困難があるので、誤嚥性肺炎を起こしちゃうかもしれないということで、看護師さんは、まあ、嚥下困難という、診断をして、看護診断をして、でそれが肺炎につながらないようにするために、口腔ケアをやるし、嚥下訓練をやるし、ご飯をとろみ食にするわけですよね。低栄養の高齢者に対しても、低栄養だと感染症になりやすいので、少しハイカロリーにしていくとか、そういうことをやるわけです。要するに、僕らこれメディカルケアマネジメントって言ってますけども、看護職の視点によるケアマネジメントがとても重要になってきます。でもちろん単位調査とかそういうところでは、福祉の人たちが必要になってくる。そうすると、今みたいにケアマネジメントを一人でやってるっていうのが、本当に時代に合ってるのかって話になるわけです。看護の視点と福祉の視点と両方必要になってくるんですね。もしかするとそこに栄養の視点も必要なのかもしれない。そういうことを多分これからやっていかなきゃいけない。それともう一つです。今日あまり言わなかったですけども、かかりつけ医による日常的な健康管理がこれが肝になります。やっぱりその、高血圧の管理とか、高脂血症の管理とかすごく大事だし、それとあとですね、日常生活圏筋肉調査でもしその項目があったら分析してほしいんですけども、高齢者にとって日常の楽しみの一つに何が入ってるかっていうと、かかりつけ医の受診ってのが入ってるんですよね。いろんな地域でやると。で考えてみると、高齢者にとって、外に出てく日常的な活動って、外に出なきゃいけない日常的な活動って、買い物と、かかりつけ医にかかるところぐらいですよね。あとは畑仕事があるかもしれない。でも、かかりつけ医のところに行くと、自分に話しかけてくれる人がいるんですよね。そういうその、高齢者にとって結構かかりつけにかかるっていうのは、医学的に見てもらってるだけじゃなくて、社会との接点になってる可能性がすごい高いんですよね。で、そこでいろんな介護のことも聞けるし、いろんなこと聞けるわけですね。今回の恩師もそうだと思いますけどね。今からちょっとですね、SCR を見ていきたいと思うんですけども、これ2020年の県レベルの青年齢化別の有病率をやってます。なんか1が基準です。で、例えば松江の場合には、2020は 1.006 ですので、まあ全国、県の大体、
血中脂質の異常のレベルです。これずっと追っかけていくと、松江の場合には、2025年が 1.05268686770 まで上がってきます。この松江の場合には、まだこの血中脂質異常がこれからもまだ伸びていく。そういう状況だということになります。で、この次はこの高血圧ですけども、高血圧の松江の場合は2020年が 0.955 で、これちょ県より全体よりちょっと低いんですけども、それが2025年で 1.65、2045は 1.111 までいってますので、これからまあ高血圧も増えてくると。まあ、高齢者増えてくるか当たり前なんですけども、それから糖尿病も同じように増えてきます。で、その結果何が起こるかっていうと、慢性腎不全が、今は県全体から見るとちょっと少ないんだけど、2040年 1.189 ですから、実はその、この県下で一番慢性腎不全の患者さんが多い地域になってきちゃう。今のまま行っちゃったら。ということは、この松江の場合には、このデータ見ると、やっぱりそのメタボリックシンドローム対策ちゃんとやらなきゃいけないんです。結局、慢性腎不全もこうやって増えてきちゃうし、虚血性心疾患もまだまだ、減ってくるとは言っても全国よりも、県全体よりも高いところで推移しちゃうし。それから、脳血管障害が増えます。1.181 ですから、実はやっぱりこれも、松江の場合には、県下で一番、脳血管障害が多い地域になってしまう。悪性腫瘍もそうです。悪性腫瘍も、まあ、高齢者、若い高齢者も多いせいですけども、松江の場合には、県下で、出雲に次いで2番目に多い地域になってくる。まあ、そういう見方です。2020年の県を1にしているので、見方としては2020年のところから自分のところがどういうふうに変化していくかって見てもらったらいいです。例えば安来なんかですと、悪性腫瘍は2025年がピークでもそこからどんどん下がっていくって形になったんですね。で、腰痛。高齢者が増えてきますので、松江ではこれから高齢、腰痛が増えてきます。今は 0.942 ぐらいですけど、これが 1.110 で、これも出雲と並んで、県下で一番多くなってくると。まあ、今一番多いのが、多分、沖野、チフ村って言うんですね。チフですかね。ここが 1.404 で一番多いんですけども、ここも人口が減ってっちゃうので、これからはその腰痛は減っていくという話になります。骨粗鬆症、骨粗鬆症も増えてくると。松江ですね。で、こういうのが、あれですね、膝関節症も 1.108 で、まあ、県下で出雲と並んで一番多いところになってくると。で、骨折も、今 0.990 って、まあ、全国、県より全体よりちょっと低いですけども、まあ、松江の場合にはこれが増えてくると。こんな感じになります。で、股関節骨折も 1.279 ですので、松江は、と出雲は、これからこの、高齢者の骨折とか筋骨格系疾患ってのがものすごい増えてきますよね。これご自分のところでこの傾向をずっと見てみてください。尿路感染症も同じですね。すみません、肺炎がね、ちょっと間違ってるかもしれないので、もう一回ちょっと計算し直して持っていきます。で、認知症も、松江はすごく増える。ね、出雲も増えます。自主疾患。こんな感じでずっと見ていくんですけども、これで UBL 率の推移を見ると、やっぱりそのメタボリックシンドロームの構成要素である、血中脂質異常、高血圧、糖尿 SCR が上昇傾向。まあ、その結果として、虚血性疾患、それから脳血管障害、慢性腎の SCR も上昇あるいは高止まりしちゃうわけです。じゃあ今これを防ぐために、特定検診、特定保健所事業をやってるわけですね。でもそういう特定検診、特定保健所等を、こういう傷病の発症予防を前提として意識してやってるかっていうと、多分違うと思います。どっちかっていうと、今日ちょっと持ってくるの忘れちゃったんですけど、どっちかっていうと、これ国が悪いんですよ。国が悪いんですけども、受診率を上げる。特定保健所等の受ける人の割合を上げる。ということに行き過ぎちゃってますね。で、検診の受診率を分析してみました。島根県もやりました。特定検診と同じ血液検査を過去1年間の間に8割以上の人が受けています。
要するに、特定健診でやっている、血液検査ありますよね。あれと同じ検査を、ほとんどの人がもう1年、過去1年間なんで受けちゃってるんですね。要するに、同じ人が繰り返して受けてるような状況になっている。でも、これ松島根県のデータですけども、心筋梗塞になった人、40代、50代で心筋梗塞になった人を過去に振り返ってみると、特定健診を受けてる人が2割もいない。じゃあ、その心筋梗塞になった人が、心筋梗塞になった時点で、高脂血症の状況とか見ると、8割以上の人が高脂血症、糖尿病、から高血圧を持っています。要するに、今の特定健診、特定健診のやり方では、ハイリスクの人たちが捕まってないってことです。むしろ何が起こってるかというと、これが島根県のデータですけども、特定健診を受けてる人の、平均年齢が66歳。要するにもう医療機関に結構かかってる人たちが、まあ、受診率を上げるためにもう一回特定健診を受けてる状況だと。本来はやっぱり特定健診っていうのは40代、50代の人たちにやってもらわないといけないんですね。じゃあその受けてもらうためのフィードバックができてるかどうかが課題なわけです。何かっていうと、これはちょっと見にくい表で申し訳ないんですけども、皆さんせっかく問診票を取ってるわけですよね。問診票で、20歳からの体重変化が10キロ以上ある人たちは、だいたい半数以上は、メタボリックシンドローム、あるいはメタボリックシンドロームの予備群です。同じように、早食いの人たちも、だいたい、半分ぐらいは、やっぱりメタボリックシンドロームの予備群、あるいは基準該当になってきます。それから就寝前に、寝る前2時間以内に食事を取る人。この人たちも、だいたい半分ぐらい、メタボリックシンドロームになってきてます。それから夜間に間食取る、夜食とか間食取る人もそう。実は皆さんメタボリック、問診票で、そういうメタボの予備群を捕まえてるんですね、本当は。だけど、多くの地域で、問診票の分析してませんよ。いや、その問診票の分析が何が大事かっていうと、昨年、松江市で特定健診を受けた40代、50代の人で、20歳の時から体重が10キロ以上増えていて、早食いの人、あるいは夜間に間食を取るような、そういう習慣がある人の8割が、メタボリックシンドローム、あるいはその予備群でしたと。でそこから発生している、例えばその心筋梗塞がこのくらいありますとか、そういうデータがあると、そういうのを例えば情報とか手法に書くと、皆さん自分の問題として考えられますよね。せっかく問診票で行動に関して引っ掛けるためのデータを取ってるのに、それをくっつけて分析してないので、要するにその受診者に対し、住民に対してフィードバックができてないわけです。これやらなきゃいけないんですよね。特定健診はとにかく自分がリスクがあると思っている人たちに受けてもらわないといけないわけだから。で、それで、しかも、もしこれをもっと受診率を上げたいのであれば、母子保健と同じようにやらないといけません。母子保健の検診がなんでうまくいくかっていうと、近くの開業している小児科の先生のところとか、近くの開業している産科の先生のところで検診が受けられるからですよね。でそれに加えて自治体がやっている検診もある。要するに、身近なところで検診が受けられる仕組みができている。で特定検診、特定健診とも僕は、これは多分、医師会の方の先生方の多分ご理解が必要になると思いますけども、できればやっぱり近くの医療機関に受けられるようにした方がいいだろうと。やっぱり市が指定、自治体が指定した場所、時間で受けるっていうのは、働いている人にとって結構しんどい。土日にやるって言うと、土日は遊びたいですよね。そうすると空いてる時間にパッと行けるような仕組みにしていかないと、やっぱりなかなかうまくいかない。で、ちょっともう時間があれですので、太田氏すいません。やりたかったんですけど、自分でやってください。こんな感じです。まあ、太田の満席対応の課題はここに一番最後に書いてあることです。まあ、これをやると、全般的に少ないんですよね。で、
医療機関にかかることがなかなか難しい、在宅もきちんと、やっぱり弱いので、救急搬送診療の提供にものすごく多いんですよね。要するに救急搬送で運ばれる人がすごく多いっていうのはこの大田市のところ。それで、施設介護とか通所介護、ショートステイはそこそこやれているので、そうすると、この入院が少なくて、訪問が少ないって状況の中で、これから何やらなきゃいけないというかっていうと、おそらくこの地域は、診療所と地域包括ケア病棟と介護施設を連携を軸として、在宅医療支援体制を作って、で、症状の悪化を早め早めに捕まえて、で、入院して治療して1週間以内で返すっていう、そういうことをやって多分在宅確率を高めていくってことが必要になってくる。そうすると、そのリスクを、共有する情報が必要なんですよね。で、その中で、まあ今そういうことをずっと研究してきて、自分でも作ってたんですけども、一番いいのはやっぱこれだと思います。函館医療介護サマリーってやつ。これが、今診療報酬、介護報酬で、書かなければいけない項目を抜き出して、で、いわゆるその連携のための情報のサマリーを作ってるんですよね。これ一応エクセルで供給されていて、すごくいいツールだと思います。で、基本チェックリストのところ、例えば基本のところで食事ってところにチェックが入ると、応用ツールのところでより詳しいものを書くって形の、2段階の仕組みになっていて、とてもすごくいい仕組みだと。で、なぜこの話をしているかっていうと、この国ってこういう話をいろんなところですると、みんな自分のところの独自のものを作りたがるんですよね。で、独自のものを作っちゃうと何が問題かっていうと、開発する側からすると、すごく手間がかかるので、高くなっちゃうんです。それとコロナで皆さん凝りましたよね。違うフォーマットでデータを作ってると共有できないって。で、なんとなくその皆さん忘れちゃってますけど、結局まだ何も解決してないんですよね。ハーシスと電子カルトの連結もできてないし、Gmis とハーシスの連結もできてないし、なんとなく、コロナに関する報道を抑えられてますけども、肌感覚としては上がってます。増えてます。僕の周りでもいっぱいバタバタ倒れてます。だけど、まあ、いろんな忖度があって今やられてないですけど。でも、まあ、それはいいんです。軽い人多いので。でも、やっぱり情報が共有されてないと困りますよね。そういう意味で、情報共有の仕組みを作るということがとても大事です。地域医療再生基金の時に、地域共通電子カルテができましたけども、今全国でちゃんと走って残ってるのって片手に余ります。函館は動いてます。長崎も動いてます。なぜ動いてるかっていうと使ってるからなんですよね。それはやっぱ皆さんが同じフォーマットでやるってことをやってるから動いてるので、ぜひそれはですね、島根県全体で考えていただけたらなと思います。で、この辺はもう突破します。で、もう時間なので、ただこれはやらないといけないので。これはですね、これ県全体でやった方がはっきりするので、県全体のデータ。これは島根県のデータです。2015年の4月から2019年の3月までに、島根県で、DPC、脳梗塞で DPC 対象病院に入院した患者さんを、入院した月をゼロとして、はい、半年前から1年後まで追っかけてみた。ここで一番見ていただきたいのは、介護保険のところ。入院する半年前に、もう 34% の人が介護保険使ってるんですね。それから、そう、そういうことなんです。で、あと退院後のところを見ていたいんですけど、1ヶ月後、2ヶ月後って、まあ、2割のぐらいの方が回復に。これはいいと思います。で、今度病気。脳梗塞で入院した人の、入院する前の月と、その月で、どういう病気を持ったのかということをレセプトで見てみました。そうすると、高脂血症が 38.8 から 46.1。まあ、これはあるのか。でも、高血圧も 61.0 から 73.0。まあ、血栓流そうとするので、上がるかもしれません。まあ、これはいいでしょう。ところが、ここなんですよね。心房細動が 14.2% から 30% まで増えちゃって、タフって言って、放射性心房細動って言って、起こすことはあるんですけども、心房細動が倍になることはないです。
じゃあこの結果何を示しているかっていうと、介護の現場で心房細動が見逃されてるんです。なぜ見逃されちゃうか。自動血圧計で測っちゃうから。ちゃんと自分で脈取ってやってれば、その間対象者が心房細動あるとわかるんですけども、今いろんなところで人手が足りないのもあるけども、自動血圧計で測っちゃいますよね。脈が乱れてると測れないんです。でも、そこで気づいてくれたらいいんだけど、測れるまで測っちゃうんですよね。で、なんで心房細動が大事かっていうと、心房細動で脳梗塞が起こっちゃうと、でっかい血栓ができちゃうんです。大きい血管が詰まった。予後が悪いし、それから麻痺もすごく大きくなっちゃうんですね。そういうことで、実は今日常現場ではちゃんと脈を取ってくださいって話をしてるのは、そういうことなんです。今、いい薬もいっぱいできてきているので、ぜひ、ここは注意していただきたいなと。それともう一つ。脳梗塞を起こす人たちの、もう大体7人1人は、もうすでに脳梗塞を起こしている人です。再梗塞の人たち、これが増えてきている。それから、股関節の骨折見ていただくと、もう6割の人が、もうすでに介護券使っている人です。なぜかというと、この股関節の骨折、転倒の、一番大きなリスクの一つが認知症なんですね。それからあと高圧剤とか睡眠薬とかそういう、そうすると服薬管理とかすごく大事だし、あと家の中で転ばないようにするためのチェックが必要なんですよね。で、僕カナダに見学しに行った時にカナダすごく面白いことやってて、こうやって高齢者集めて写真見せるんですよ、家の中の写真。で、家の中の写真見せて、どこで転ぶ可能性があるかっていうことを高齢者に考えさせるんです。それで改善させる。で、そんなことを、やらないといけないんですね。で、これはあれです。これはもういいでしょう。それから次に、心不全。心不全も大体、半分の人がもう介護券使っています。で、見ていただきたいのは、ここのところで、回復期に入院した、ほとんど行ってないんですよね。退院後。心不全の人は。これ何を意味しているかっていうと、脳梗塞とか骨折は、リハビリテーションに行きます。治ったら。ところが、肺炎とか心不全っていうのは、そこで治療が終わると直接在宅に戻るんです。実はもう在宅と、一般病棟の間で行ったり、直接行ったり来たりする症例が、これからすごく増えてくる。そうなってくると、この一般病棟と在宅の、この連携がすごく大事になってくる。だからさっきみたいな情報共有の仕組みが必要になってくる。心不全。もう全く同じです。で、これは肺炎ですね。肺炎5割の人たちが介護券使っています。それから、こんな感じ。これいいや。で、あと、誤嚥性肺炎だともう7割、8割の人が介護券使ってる人なんですね。で、いかに介護の現場でこういう病気が起こらないように、予防的なケアマネジメントやっていくかってことが大事だ。で、市町村何やるか。市町村って、ケアマネージャーさんにこういう視点での、今、研修会やってますか？講習会。介護券ってもう慣れちゃって、あんまりこういうことやらなくなっちゃってるんですよね。地域ケア会議で本来こういうことやらなきゃいけないんです。でも地域ケア会議ってどっちかっていうと処遇困難年の話になっちゃってて、でも一番大事なのはこういうメディカルなイベントを予防するための、予防的なケアマネジメントのスキルというのを、医療者と福祉職の人が一緒になって話し合って、で、予防的なケアマネージメントを学んでいくということです。これやらないと、島根の場合はもう資源が限られてますので、やっぱりかなりその介護の現場での発症予防っていう意味での予防がすごく大事なんですね。それが一番のケアマネージメント、介護予防です。っていう話を今、で、この最後のところにしたわけですけども、ぜひですね、そういうことをぜひやっていただきたいなと思います。で、こちらで後から出したいと申し訳ないですけど、認識の変換が大事で、患者さんの流れが変わっちゃったんですよね。昔は一般人口から脳梗塞とか心筋梗塞が出て、これ今違って、もう要介護高齢者って大きなもう患者のプールがあって、それがもうこの島根県内にいっぱいできてるわけです。そこから発生する急性期の対応に、今一般病院は追われている。でもこれを、なんて発生しっぱなしだと間に合わないんですよね。そうすると、この慢性疾患、特に要介護高齢者に対して、ここから発生する肺炎とか、
ここから発生する心不全とか、そういうものを予防するためのケアマネジメントっていうのを、ぜひ各自治体でやっていただけたらと思います。で、ポイントは、これからどこの地域でも、在宅を支援する病院と在宅を支援する診療所と介護施設、それから住宅政策、この4つを組み合わせたものが、特にここでは大事になります。で、地域によってはこの急性期病院と在宅を支援する病院一緒でいいと思います。多分、沖縄島なんかそうなると思うんですけども、あるいはその奥出雲もそうなると思いますけども、でもこれからは、在宅を支援してくれる病院の役割がとても重要になってくる。そうすると皆さんが各自治体でいろんな在宅の話をされると思うんですけども、そこに病院の先生来てもらわないとしょうがないんですよね。病院の裏付けがない在宅ってありえないので、でも多くのところでそういう病院の先生が呼ばれてないんですよね。これでなかなかうまくいきません。ということで、ぜひ地域包括ケアってもう今までずっと議論してきましたけども、もう具体的な話もイメージも大体も決まっていて、病院を中核とした複合体です。これ一つの法人であるのか、その地域にある病院と介護施設とでグループを作ってアライアンスを組んでやっていくのかは、いろいろやり方あると思います。それぞれの地域で。だけど、もう利用者のニーズが複合化しちゃってるわけだから、提供側が複合化せざるを得ないんですね。で、入院の裏付けがないと在宅はできません。そうすると病院を外した在宅ってありえないんですね。そういう意味で、ほぼ在宅ドキドキ入院症、入院者のアクターをちゃんと集めて、それで地域ケア介護をやっていく。ということをぜひやっていただきたいなと思います。で、地域包括ケアの概念の具体化ということですけど、国レベルではもうバラバラの医療、介護、予防、生活支援、住まいの各施策が、各市町村で統合されてないといけないんですよね。各市町村の基本構想に地域包括ケアが位置づらけられないといけないんです。そうすると計画を、策定して新宿状況を評価するというのは今日お見せしたいのがあります。例えばケアをしやすい高齢者住宅の整備っていうのは、医療費や介護費にどういう影響を及ぼすだろうか、これやりたいですよね。で、特にこれから、公営住宅の役割が重要になります。なぜかっていうと、これ全国的に起こっていることですけど、特に東京で起こっていることですけども、公営住宅に低所得の高齢者が溜まり始めてるんですよね。で、そこの近くに、やっぱりその人たちを支える、なんか街角保健室みたいなものとか、あるいは看護小規模多機能施設とか、そういうものを作っていかないと、多分うまくいかないと思います。でですね、もう、こんだけやっぱり地域差が出てきちゃうと、国の指示を待っていてもしょうがありません。国は各地域の状況までそんなに把握できてないので、そうするとそれぞれの地域が自分たちのデータの分析して何ができるかということを考えないといけないんですよね。で、幸いにして島根県は、南郷先生も来てるし、谷口先生もいらっしゃるし、結構地域で分析できる方がいらっしゃるので、またこういう会合にちゃんと医師会の先生が出てきてくれるように、ものすごくやっぱり意識が高い地域だと思いますので、資源がないってことは、結構やっぱ工夫しがいがあるんですよね。で、この国やっぱり工夫しないとこれからやっていけないので、そういう意味でもぜひですね、皆さんで工夫していいモデルを作っていただけたらと思います。ポイントはやっぱ住宅政策を絶対外さないこと。住宅政策のやり方次第で、医療とか介護の提供体制っていうのは、ものすごく効率化できる部分が違ってきますので、例えば福岡県でこういう分析したんですね。訪問看護と訪問介護のやってる人たちの時間の分析。8時間働いてるんですけども、お金になるサービスって4時間か5時間かしてません。残りのじゃあ3時間4時間何やってるかというと、移動と事務作業です。で、島根県の場合はもしかすると事務作業はしょうがないかもしれない。あ、違う、移動はしょうがないかもしれない。でももし島根県の人たちが、介護の関係の人たちが、みんな共通の記録簿を使って、でタブレットの中にそれがあって、それをちょいちょいとかって記録して、そのデータが、例えば、医師会なら医師会でもいいですけど、医師会の事務の方に飛んで、そこでその事務の人たちが全部請求を代行してくれたら、多分各介護労働者の人たちっていうのは、8時間の労働のうちの、今までの多くの時間を直接サービスに、
提供できますよね。直接提供サービスにできることは、労働生産性が上がることだし、本人の給料も上がるんですけども、サービスを受けることができる人が増えるということですよね。要するに皆さんでその事務作業とかを共有する仕組みさえ作れれば、少ない介護労働者でもより多くのサービスが提供できるわけで、これも合意すればいいだけの話です。そういう合意をですね、やっぱり県レベルでやるということをぜひ考えていただきたいなと思います。以上です。松田先生、どうもありがとうございました。島根県のですね、人口構造の変化とそれに伴う医療介護の需要ということで、詳細なデータ分析をしていただきました。まあ、今日は松江市だけをメインに、まあ、大田市がちょこっと入ってましたけど、でしたけども、一応、今後ですね、すべての市町村で同じようなものをですね、出してもらう予定にしてますので、まあ、それがもし整いましたら、各市町村に提供させていただいて、まあ、それをもとにですね、いろいろ議論の、材料にしていただければというふうに考えております。それから、住宅政策をぜひ、一緒にやらんといけんとかですね。いろいろ、貴重なですね、サジェッションをいただきました。ご質問等があろうと思いますので、まあ、もしある人はですね、心の中に、止めといていただいて、次の講演の後の、場でですね、質疑を受けたいと思います。じゃあ、松田先生、改めてありがとうございました。大きな拍手をお願いします。続きまして、講演の2に移ります。で、講演の2はですね、増田医療圏域のですね、医療連携再構築の現状ということで、現在、津和野共存病院の院長をしていらっしゃいます、北谷先生にお願いしたいと思います。で、先生は、この5月、7月にですね、病院、津和野共存病院に移られましたけども、それまでは、増田赤十字病院で院長していらっしゃいました。プロフィールについては資料の通りでございますので、参考にしてください。そして、北谷先生におかれましてはですね、実は、ここに来てもらう予定にもしておりましたけども、諸事情でですね、アーカイブでの動画による講演となりますので、ちょっと質問はこの場では受けられませんけども、まあ、質問いただければ、何らかの形でそれにお答えしようと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そうしますと、アーカイブの方、お願いします。前マスター赤十字病院の院長の北谷でございます。今現在は津和野共存病院で勤務させていただいています。今日、お話しするのは、マスター医療圏域での医療連携再構築の現状を皆様方にお話ししたいと思います。まず、島根県の医療事情。これは、2015年に、公開された地域医療構想をもとにしてまとめたものでございます。で、島根県は7つの日医療圏に、分けられています。今日お話しするのは増田県域、増田日医療圏の話でございます。この、グラフの縦棒の数が、救急告知の病院数、それと高さが、ベッド数であります。そうしますと、島根県の東部は非常に病院数も多く、ベッド数も多い。ところが、島根県西部においては、まあ、ほぼ二次医療圏に一箇所の中核病院、まあ、300床前後の病院が一つあるというのが特徴になってきます。島根県は非常に面積が広くて、したがって面積あたりの医師数が少ないというのが特徴でありますが、人口10万人あたりの医師数は決して少ないわけではありません。で、これが増田日赤の外観でございます。これが津和野共存病院の外観であります。診療圏域の人口は、こういうふうに、徐々に減少していきます。そして、
ただ特徴は、65歳以上の人口というものは、減少は比較的少なく、2040年まではほぼ、人口、65歳以上の人口は変化なく、それから急激に減少していくということが予想されています。これが2025年の必要病床数をまとめたものでございますが、おおよそ 30% の、病床数の減少が必要という試算が出ています。これが2015年時点での末梢圏域の病床機能をまとめたものでございます。そうしますと、ベッド数は、613床のところは836床と非常に多いと。で、少ないのは、慢性期の病床とか回復の病床、急性期の病床が多いということが見て取れると思います。ここでこれからお話しするのは、津和野共存病院が非常に経営危機に反した時期がありまして、その時の経験をお話ししたいと思います。まず、マスター赤十字病院と津和野共存病院の2つの病院の歴史をまとめてみました。もともとは、ここに書いてあります通り、大場正代先生が青原組合院を開設したというのが、この2つの病院のルーツであります。津和野共存病院は、1991年に非常にベッド数を多くして、なおかつ日原町と津和野町という隣接した町に100床オーバーの病院を新築いたしました。そのために経営が行き詰まりまして、経営破綻をしています。それが2008年でございました。で、マッサニ石の場合をどういうふうに、どういう経過かといいますと、マッサニ石はベッド数が一時期422床まで増床していますが、2008年、この時は、この年は私が副院長に就任した年でございますが、以降はベッド数をダウンサイジング、一直線にしてまいりまして、今284床です。ただ、この2008年に、マッサニスクも非常に困難な時期を迎えました。すなわち、麻酔科医が引き上げて、手術ができなくなる直前でございました。医師数も激減しました。これは2004年の心理症研修医制度の開始が影響していると思います。まあ、この積成厚生連、津和野共存病院もやはりこの医師数の地域からの医師の引き上げというものが問題になったというのが原因の一つであります。で、ここに2014年地域医療構想、この介護保険が開始している、それと心理症研修医の制度の開始、それと地域医療構想というのが非常に、トピックスであります。なおかつ2018年から2019年、非常に医師数が少ない現状でありましたのに、少ない内科医師3名のうち、院長、副院長、内科医が病気で、診療ができないという事態に陥りました。その時点で、マスター赤十字病院、それと島根県の支援にて診療体制を維持いたしました。で、直ちに、経営の立て直しを行わなければ、病院の存続が厳しいというところで、いろいろなこういうふうな患者数の分析とか、業務内容の分析とか、非常勤誌の見直し、常勤誌の契約見直しとか、被災産部門の閉鎖とか、在宅医療を行うとかというふうな様々なことを同時に行いました。そして、医療構想に従いまして、津和野共存病院病床機能転換、すなわち急性期を廃止しまして、地域包括ケア病床、なおかつ療養病床の廃止、それと介護老人保健施設を一箇所にまとめるというふうな作業を行いました。2019年に、マスター赤十字病院と津和野町との間に
医療連携協定を締結しまして、当院私が、病院のさまざまな経営にタッチするということになってまいりました。また、県から自治医大で姉妹大学、そういうふうな先生方の常勤員の派遣もいただき、本格的な経営再建が2019年から始まりました。まず先ほど言いましたさまざまな経営分析を行う、それとあと県から津和野町医療介護の評価を聞きましたところ、高齢者が非常に県議会に多く従事しているということを把握しました。その結果、津和野共創病院は松田赤十字病院と連携して広報病院機能を果たすことが重要ではないか、そして津和野町民に対しても看取りを含め責任を持って最後まで診療を行う体制を取りたい、あと、急性期医療、背伸びした医療、医師もスタッフも非常に少ない病院で、なかなかその救急っていうのは難しいということで、あと専門診療科は非常に効率が悪い、患者数が圧倒的に少ないということも考え、総合診療科を中心として医療を行おうと、でなおかつ在宅系の医療を重視しようということを提案しました。あとは非常勤医師の見直しとか非効率診療科、本当に地域に求め1日に3人とか4人とかっていうふうな外来診療のためになかなか非常勤の先生を勤務していただくのは難しいのではないか、確かに地域の方には利便性は高いのですが経営を考えた場合には非常に難しいのではないかということも提案しました。ただやはり患者数が多いようなリハビリテーションとか精神科に関してはむしろ新たな診療科を開設しようというふうにいたしました。あと行政との連携を重視しようという点も提案しております。松田赤十字病院は従来その、心理症研修制度が始まって検疫での医師数が減少している事実を踏まえまして、この津和野共存病院も含めて六日市病院、松田医師会病院等お互いその助け合おうというふうな医療連携協定を2015年から2016年に向けて、締結しております。でこれが、2015年以降の津和野共存病院が急性期を、やめて回復期にしたと、でトータルこういうベッド数になったということを示しています。2019年以降でございますけど、もう締結した後に実は、国から統廃合を検討する公的病院の公表がありました。で津和野共存病院は島根県で指定された3病院のうちの1つであります。すなわち、機能が、低い、役割を果たしていない公的病院というふうに認定されたわけでございまして、その段階でいかに、地域に貢献している病院になるかということを考える必要がありました。結局総合診療を中心して津和野町民をとことんお世話する看取りまで、そういうふうな方向を全職員に示しました。外来の見直し、それとあと自治医大から医師の派遣、県からも医師の派遣をいただくと、でなおかつ津和野共存病院、津和野町の、島根県の小学生の地域枠の医師、あと小学生の奨学金を、島根県の津和野町から奨学金を給付しているような医師も、診療に加わってくださいました。2024年4月には碧市拠点病院の指定を受け、7月から巡回診療を開始、訪問リハビリも開始というふうにしています。これが
マスター赤十字と佐野共存病院のベッド数外来数の一覧でございます。結果、2018年には2億円の赤字があったものが、収支の改善を実施できまして、2021年には200万程度の赤字まで収支が改善してまいりました。また2022年にはこの実績を踏まえて、職員の処遇改善ということで、給与のベースアップも実施しております。これが、諏訪野町、吉賀町、それと益田市の医療機関の入院人数を見ています。で、大体大まかに、18年から20年、大きな変化はございません。これが、県域外に出ている、施設サービス利用人数を見たところでございます。益田市は徐々に、県域外に、行っているような、程度な上昇が見られます。諏訪野町は、諏訪野共存病院が、地域の方を、まさに世紀の広報病院として、地域の方を在宅も含めてしっかり見るという方針を立ててから、このように県域外に出ている、患者さん、要介護の患者さんは、減少してきています。ちなみに、お隣の吉賀町は年々、県域外に出ている、お年寄りが増えているということを示しています。諏訪野共存病院施設に関しましては、平成30年以降、徐々に増えてまいっています。それは、県からの支援、それと、諏訪野町の地域枠の医師等が、勤務してくれたというおかげでございます。ただ、まだ、地域枠の医師、ようやく1名帰ってきてくれましたけど、まだ、それ以外の地域枠の医師は、当院にまだ勤務をされておりません。なんとか地域枠の先生に勤務してもらいたいと、思っております。これが2020年時点での益田県域の病床機能であります。ようやく、他の、他の病院も、ベッドの見直し、急性期のベッド数を減らしてくるというふうな動きが出てまいりました。さて、ここで、お隣の町の吉賀町の、六日市病院も2022年にこのように、非常に赤字が積み重ねまして、経営の危機に瀕しています。で、これは六日市病院26年。一応5年間の経営改善計画を立てて、なんとか、を立て直そうということが新聞に2022年6月2日に出てまいりました。そもそも六日市病院とは45年前に開設されました549床のものすごく大きな大病院であり老人病院で本部は名古屋重富グループという、その中の一つの私立病院、いわゆるその高速道路沿いに全国に老人病院が、設立されていったという時期に当たると思います。わずか人口6000人強のちっちゃな町に549床の老人病院が建ってしまいました。六日市病院は、マスター赤十字病院はここに益田市にありまして、諏訪野町は諏訪野共存病院は諏訪野町にあります。六日市病院はさらに、南に下りまして山口県との県境、六日市病院が、ここにあります。六日市病院の経営分析をしたものでございます。もう10年間、医療収支は常に赤字で、これを補うのはこういう特別交付税とか
超独自の補助金に依存して、運営をしているという事態でございます。累積の、負債も7億を超えていると。で、毎年3億から5億負債が上積みになっているという状況であります。経営改善計画は5年間で黒字になるというふうな経営改善計画を立てていましたが、ところがよく見てみますと、常勤医師5名いらっしゃるんですけど、皆さん、もう前期高齢者、ないし後期高齢者になろうかという方ばかりでございます。したがって5年先には、どう考えても、まあ、あの半分以上のドクターは、リタイアされるということは間違いないと考えています。そういうふうな 病院を、まあ、黒字化の試算するのはいかがなものかと僕は、考えています。まあ、赤字の原因というのは、さまざまなことがあります。まあ、こういうふうな外来診療を見ますと、もうほとんど非常勤の先生方、そしてなおかつ、外来が予約制と。地域の病院で外来が予約制というのは非常に敷居が高いと考えてますし、結局時間外に患者さんが受診せざるを得ないということで、余計病院の職員には負担かかるというふうに考えています。これは吉賀町が作った医療介護イメージというもので、まあ、どこの、あの地域、町村も作ってるんですけど、基本的には在宅医療、それと、まあ、地域包括総合医みたいなものを重視しているような地域包括システムを作ろうというふうなことが、主眼となっています。そして町が望む将来の病院像というのは、まあ、総合診療とか整形とか眼科、こういうふうな需要が高齢者に需要が高いような診療科を重点的に設けたいということを町は希望しています。吉賀町は現在人口が6500名程度でございますが、現在必要な医療に需要というのが30年後にはもう半分近くになってしまうと。ベッド数もおそらく有償診療所程度では、有償診療所程度でいいんじゃないかというふうな予想を立てています。で、私は、津和野町も同時に、人口が減っていきます。吉賀町も人口が減っていきます。この両地を合わせて、まあ、地域医療連携推進法人を将来的には、立ち上げまして、寮長の機能、あの医療機能をお互いがこの2つの町が補う、一応あの過度な投資、過度な人員、無駄な人員、無駄な医療機器の設定などを避けるためには、この寮長がよく話し合ってさまざまな、医療機器の整備、それと人員の採用を行うべきというふうに考えていまして、この寮長で地域医療連携推進法人を設けたらいいかなというふうに考えています。吉賀町さんは、とにかく医療を維持したいという気持ちがあります。しかしですね、町の財政は年間予算が72億円しかありません。なおかつ、記載が100億円以上残っていると。いう段階で、また基金も20億ちょっとしかないという段階で、どういうふうな医療を維持できるかということを今協議しています。島根県もやはり県西部の医療を維持したい、ぜひ協力したいという意向がありますが、非常にこの人口規模が少ないで、なおかつお金がない町村がいかにどのような医療、どのような、医療継続を行うかということは、今、
さまざまな議論をしているところであります。赤十会さんは社会医療法人、これは私立の一医療法人ですが、それを公設民営化にしてもらいたいというふうに希望しています。しかし、もともと社会医療法人というのは、税制優遇、補助金、経営の自由度が非常に高くて、赤字になりにくいというふうに言われています。で、そういうふうな赤字の、赤十会さんが行っている医療をそのまま継続できるかどうかということは、非常に議論しなければいけない点だろうというふうに考えています。通常の赤字医療機関の処理方法をざっとまとめてみました。まあ、世の中では公立病院が非常に赤字だというふうに言われてまして、場合によっては、公立病院を公設民営化とか、あとは、まあ、場合によっては、廃止、まあ、国、合併とかっていうような、2019年に出たような、そういうご意見もあるわけでございます。で、民間病院は赤字化しちゃいますと、すなわちそれは破綻ということになります。その共存病院は、例外的に民間病院、赤瀬厚生連が破綻した後に、公設民営化を行って、まあ、非常に例外的に、現時点では成功したパターンであります。したがって、吉賀町は、津和野町のお隣なんで、六日市病院を公設民営化すればですね、津和野共存病院みたいに、病院の運営ができるんじゃないかというふうに安易に考えていた面がありますが、実際非常に難しいというふうに考えています。六日市病院さんはキャッシュがなくなります、早晩。そうしますと、どういうふうに医療を継続したいのか。で、解散か公設民営化と。その時に町財政はどうかと。町は負担に耐えるかというふうな問題。実際、町が財政に耐えない場合は財政再建団体になってしまいます。北海道に夕張市みたいな財政再建団体になってしまう。で、赤十会さんは借金7億8000万以上あるんですけど、どういうふうに借金を返済するのか。というのも問題であります。この医療を支えるために、この赤十会の借金等を吉賀町が補填するということを万が一行えば、すなわち財政破綻に結びつくことになるので、それは、医療というのは生活の一部ですが、行政が破綻してしまいますと、生活自体が非常に困難になります。それは本末転倒であろうというふうに考えています。できれば医療も行政も守りたいし、そうなっちゃう、それが不可能だったらば、町財政を守るということは、これは判断しなきゃいけないことだろうと。最悪の場合は、結局一過性に赤十会、医療を守っても、長期的に、医療も破綻。町も破綻ということになってしまうのが最悪のシナリオだというふうに考えています。まあ、公設民営化のデメリットというものをこうメリットデメリットを見てみますと、島根県の場合は公設民営化、要するに公設になりますと県下の医師の派遣が期待できます。民間病院だと県下の医師の派遣が不可能なので、医師の派遣が可能になるということが最大のメリットであります。ただ、医師の派遣を受けて、なおかつ、経営も安定させるということが重要になってきます。で、その経営の中身は何かということ。地域包括ケアを中心に行うというのは、もうすでに吉賀町の将来の医療介護の、計画に明確に示してありますので、地域包括ケアを中心に行うと。今まで、六日市病院は急性期病院。ということで、非常に急性期の医療に重点を置いてきた経緯がありますが、そういうふうな経営方針を大胆に変えていくということが必要になってくると思います。したがって、そういうふうな、医療の方向転換というふうな思い切った医療を行わなければいけません。
夕張市は実際財政再建大統領になったらどうなったかというと、市の職員さんの給与4割カットというふうな、そうなっちゃうと、もう市の職員さんないし行政のさまざまな事業が不可能になってしまう。いろんなことを単発でいろんなことをどうもされたみたいですけど、それは打ち上げ花火で一つの事業終わったらおしまいということで、永続はしないということであります。これが、先ほど示した、吉賀町の将来像、30年後には19床の有償診療所というのがありましたけど、私が今提案しているのは、19床ということは、やはり、人口が減少して、おそらく30年後には4000人を切っていくと思いますが、19床のベッド数で4000人の医療を支えることは困難であろうと思います。労働介護とか、独居老人等々もいますので、したがって50床のベッドは確保すべきじゃないかなというふうに考えて、一応これは私が吉賀町に提案した案でございます。で、結局、六日市病院の今後の進むべき方向性というものを示していますけど、とにかく従来、救急医療に重点を置いていました。例えば、7日看護とか、たった50床しかないベッドに7日看護。まあ、本当に、経験が浅い看護師さんとか、リタイア前の看護師さんで数だけ揃えたという状況だと思いますが、で、実際の救急医療というのは、ほとんど非常勤医に依存しています。常勤医が当直しているのは、月に4日だけです。その他の、当直日直はすべて非常勤医と。だから、救急医療を行うといっても、非常にその、現実は、法的には問題ないんですが、現実的には問題があると、僕は思っています。また、町民もですね、24時間いつでも診療してもらえると思っていて、コンビニ受診が多いと。この付近のところは町民とのコンセンサスの、造成というものが重要ではないかなと思っています。町内の開業医も現在 3診療所ありますが、将来的には減っていくんじゃないか。そうなっちゃうと開業に分かるようになると。より救急医療よりは、より住民に密着した医療というのが必要じゃないかというふうに考えています。何よりも、まず継続するということが、地域の人口減少が生じている地域では重要であって、その継続する方法というものを考える必要があります。また、一番最初にその、県域外に出ている患者さんのグラフを示しましたが、吉賀町は県域外に出る人が多い。一旦県域外に出ますと、山口県、広島県というのは、いわゆるそのベッド数が、結構ありますので、一旦県域外に出ると、そのままふるさとに帰ってこれないような、患者さんが相当数いる。最後の時を、自分のふるさと以外で迎えるという患者数も患者さんも相当数いるというふうに考えています。とにかくマッサー赤十字病院の広報病院として機能すべきであるということを、強調していきたいと思います。県域内できる医療はなるべくマッサー県域で実施するというふうなことを今提案しています。とにかく医療介護施設というものは最大の雇用を誇っています、地域で。この医療介護施設が破産、破綻するということは、地域における経済の影響は、甚大なものがあります。なおかつ勤務者に若い女性が多い。したがって人口減少も、生じてしまいますし、また、食材、さまざまな多くの経済活動をしてますので、地域の経済効果というものは非常に計り知れないというふうに思っています。地域における医療介護機関は絶対に破綻しないような方法を考えなきゃいけないと。継続する医療機関、経営的安定するにはどうしたらいいのかということを
地域の方と一緒に考えていく必要があります。自分勝手、自分の理想の医療を行うのは構いませんが、それを行うことによって医療機関が経営的に不安定になってしまうということは、すなわち地域にご迷惑をかけるということなので、これは地域とよく話し合うと。で、全てなおかつ医療機関としては全ての要望を答えるか不可能であるということが前提になります。それも地域の方によくご理解願わなきゃいけないと。まあ、これは全ての要望は、あらゆる要望に関しては一応、医療機関との連携を通して答えるという準備は当然必要です。これは、あれです。よくラグビーで、ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンっていう、私がマサニス席の院長をしているときに、労働組合が、労働組合がこう掲示していて、一人はみんなのために、みんなは一人のためにと、だからみんな一緒に労働組合活動を頑張りましょうというところで、ワン・フォー・オール・フォー・ワンというふうなことを掲示したのを見たことがありますが、これはちょっと意味合いが違いまして、このワンというのはトライのこと、ゴールのことです。だから、みんなは全員のために、そして全員はゴール、要するに将来の目的に向かって全員が努力するんだぞという意味合いですので、これをよく最後のスライドとして、用いています。オフロードパス、いろんな人がこう努力をしていって、最終的には医療介護が継続できたらいいかなというふうに考えています。もうすでに2025年の地域医療構想は、もうすでにゴールに迫っています。それから先はさらなる人口減が生じます。2040年に向けて、新たな地域医療構想というのをスタートしています。今、2025年の地域医療構想を十分に理解していない場合には、2040年に向けてさらなる激変が起こった場合に対応がしきれません。もう一度やはり基本に戻って、この2025年地域医療構想を見直したいというふうに思っています。確かにコロナがありまして、余分な余剰な余裕があるベッド数は必要だというふうな議論もありますが、余分な余剰なベッドを持つということは、すなわちイコール赤字に結びつくと。そうなっちゃうと将来的に医療介護が継続できないということになりますので、非常に慎重に議論していかなければいけないと思います。本日は地域医療構想のベースになるようなデータを提出された増田先生が講師に来られたというふうに聞いていて、非常に楽しみにしていました。このぜひ2040年に向けての増田先生の、ご意見とかご講演を皆様方今日勉強されたらいいかなというふうに思います。これが僕の経歴でございますし、でよく学生に話すんですが、尾形考案で、とにかく世の中に役に立たなきゃいけないじゃないかということを、言ってますので、やっぱり意志たるものはやはり、世の中の役に立ってなんぼのもんだということを常に学生に言っています。中間哲先生は医師だったんですけど、最終的にアフガンで亡くなりましたけど、最終的に中間先生やったことは医師としてずっと勤務されて、最終的にはアフガンの水路でご自身でユンボを操縦されて水路を掘っておられたと。それもやはり人のためだろうと思います。だからそういうふうに生活に密着するようなことに全て医師は関わるべきだろうというふうに考えています。でこれは地域枠の先生方にもよく話して学生にも言ってますけど、とにかく地域での経験をぜひやってもらいたいと。で、そしてやっぱり自分は医師として何たるかと
ということを見てもらいたいということをよく話すことで、まあ、このスライドは余分だと思いますけど、ぜひ地域に、住民の方、行政の方と一緒に仕事をされるような医師が、これから増えますように願っています。私の声は以上です。どうもありがとうございました。はい、北谷先生どうもありがとうございましたと言いつつもう聞い取られないんですけど、アーカイブでの講演でございました。まあ、今日北谷先生には部長の方から少し紹介がありましたけども、今後の、まあ、医療介護をですねどういうふうにしていくかということで、役割分担と連携ということで具体的にですね、増田県域でいろいろ施設系だけではあります、在宅の話は今日はあんまりなかったですけども、施設系をメインとしたですね医療連携、介護連携、医療介護連携についてですねかなり詳細にお話をいただいたと思います。まあ、やっていくのはむちゃくちゃ大変だと思いますけども、まあ、ただこういうことを考えないとなかなか将来がないんじゃないかというふうな、お話をしていただいたということであります。それでは一応両先生の講演が終わりました。今後意見交換をするわけですけども、順番としてですね、実は今日トップセミナーということで、首長さんに何人か出席していただいてますので、今日のお話を聞いてのコメントをですね、まあ、5、6人の、首長さんにご意見いただいた上で、その後、会場の方から、そして、チャットでいろいろ意見をいただいている、質問等について、可能な限りですね、時間の許す限り、皆さんと一緒にシェアしていければというふうに考えております。そうしますと、事前にですね、少し、首長さんの方からコメントをいただきたいということで、まあ、順番として、飯南町長さん、塚原町長さんいらっしゃいますでしょうか。入りましたか。あ、入っております。はい。はい、ありがとうございました。増田先生のお話を聞かせていただきました。今、飯南町もですね、まして、まあ、コロナもあったんですが、この間でですね、町内に2つの、特養がありまして、そこの、まあ、受け入れがですね、非常に、まあ、職員も、まあ、少なくなったり、難しくなって、まあ、町外で受け入れてもらうような状況が出てきました。それで、まあ、この日本人を中心に、まあ、今後の介護サービスをどう展開していくのか、今、話し合いも進めてきておりまして、まあ、今後、高齢者福祉基本計画という形で、いろいろ、検討を進めてまいります。今日非常に、まあ、その進めていく中で、参考となるお話もあったんですが、そして飯南町は救急告示病院、飯南病院がありまして、48床の病院ですが、まあ、今、院長を中心ですね、常勤医師の体制も、まあ、6人ということで、まあ、目標は7人なんですが、維持できております。で、まあ、これも医師確保がなかなか困難の中で、島根県、それから大学には大変お世話になっておりまして、こういう状況が続いております。で、今日の話の中で、まあ、かかりつけ医によるその日常的な健康管理が重要になるということで、お話がありました。本当に高齢者の楽しみの一つ、まさに改めて、そういうことだなと思わせていただきましたし、そういうのもことがですね、少し印象に残りましたし、それが特定健診のことですね、これが、まあ、メタボリックシンドローム、まあ、メタボのところでですね、それがうまくと、まあ、つながってないといいますか、まあ、要は住民に対してフィードバックができてないというようなお話もありました。こうしたところもですね、しっかりやっていかなければならないと感じたところでございます。まあ、いずれにしましても先も言いましたように今後計画策定ですね、しっかりとやって今日の話をまた参考に進めてまいりたいと思います。大変ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして雲南市の石飛町長さんいらっしゃいますか。いらっしゃいますね。お願いします。
本日は大変ご講演いただきましてありがとうございました。今、雲南市では、雲南市立病院を中心に、その地域包括ケアのシステムの構築をですね、進めているところでございます。地域医療の連携法人も立ち上げて、まあ、各医療機関、あるいは今後医師会等の協力も得ながら、そして介護もにも連携をしながらですね、そうした体制を進めているところでございまして、先ほど北谷先生のおっしゃったような、いわゆる地域の患者を地域で何とか見ようと、そして介護につなげていく、まあ、そうした意味で総合診療医を中心にこの在宅適地診療を支えているところでございます。ちょっとまだチャットの方でコメントも書きましたけれども、ただ一番今後考えていきますのは、やはりその当然在宅の需要というのが増えていく一方で、先ほど住宅施策、いわゆる集住ですね、そういう視点がいるという、まあ、お話もあったんですが、まあ、実態のところなかなかその集住を支える施設の整備というものを市町村単独で実施していくというのは非常に厳しい、まあ、そういった状況があろうかというふうに思っております。まあ、できる限り住み慣れた自宅で、そして自宅ができない場合は介護の施設でというようなところが今現状として、まあ、ストックというんですか、そういったことも含めて、考えうる方策ではないかなと、こういうように感じております。まあ、ただそれを さらに維持していく上で、まあ、人材の不足、まあ、特に介護分野での人材の不足というのが非常に顕著になっています。先ほど人口構造からの推計考えたときも、おそらく今後若い世代の人口の減少はイコール介護人材の不足につながる。じゃあその介護人材の不足をしたときに、それをどう補っていくのか、それとも本当にその介護というものをどう定義するのか、まあ、ここは国においてご議論いただきたい部分でもあってですね、一番私どもとしても、まあ、今回の介護報酬も含めて、この介護職員の確保に対する国全体としての方向性、そういったものを注視しているところでございます。まあ、そういったものを見ながら、まあ、地域の中で、連携を深めてできることはしていきたいというふうに考えておりますので、また今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。伊藤市長さん、ありがとうございました。また後で少し集中住宅政策の話は少し松田先生にコメントいただきたいと思います。続きまして、江津市の中村市長さん。江津市です。すいません、聞こえますか？聞こえます。すいません、江津市長なんですけれども、急用が入って先ほど退出をしております。大変申し訳ございません。あ、分かりました。分かりました。はい、申し訳ございません。すいません。はい、はい、じゃあそうしますと、そうします。続きまして、吉賀の岩本町長さん、入っておられますでしょうか？こんにちは、吉賀町の岩本でございます。聞こえますでしょうか？聞こえます。はい。今日は大変貴重なお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。まあ、特に松田先生、木谷先生、本当に、ありがとうございました。まず感想ですけど、特に前段の松田先生のお話、島根県における人口構造の変化と医療介護事業のお話でございまして、非常に興味深くお話をお伺いをすることができました。ありがとうございました。まあ、ぜひともまた吉田町のこのデータをもとにですね、同じような分析をしてみる必要があるかなというふうに考えております。まあ、とりわけ6000人をもうすでに切って5800人足らず、本当に小さな中山間地の典型的な自治体でございますので、まあ、そうした中でですね、今回お話があったようなその医療介護の需要の部分をですね、本当に事細かに分析をしていくその大切さというのを痛感したところでございます。それから講談の木谷先生のお話で、まあ、とりわけ増田健一でのお話でございました。ご紹介もございましたように、町内にあります社会療法人六日市病院、まあ、大変なまあ状況でございます。しかしながら、行政の吉賀町、それから石州会、さらには島根県にもこう構成になっていただいて、今、実務者会議等もしながらですね、準備を進めているところでございます。まあ、まさにこう課長に今、かかっているところでございまして、たくさんの大きなまあ課題であったり、ハードルがあるわけでございますが、私といたしましては、とにかくこの吉賀町に病院機能を残さなければならない、
そして地域医療をやっぱり残していかなければならないということが大前提でございますし、まあ、今運営をしておられます、社会医療法人、石州会の方から、まあ、公設民営化ということになりますと、新たな受け皿ということで、町が全額出資をした、片栗会という、まあ、医療法人も先般県の方からも、まあ、ご認可をいただいたということでございまして、石州会から、この今、片栗会の方へ、医療、介護をですね、まあ、シームレスで、途切れない形で、まあ、継続をしていくというのが大変重要な部分でございます。今、いろいろなことを、まあ、こう、整理をさせていただきながら、次のステップに向けて、本当に今、頑張っているところでございます。まあ、県の方とも調整をさせていただきながら、これから、意味を進めていかなければならないわけでございますが、関係者の皆さんと一緒になってですね、まずは、地域医療、病院機能を残すということを大前提に頑張っていきたいなというふうに思っております。まあ、まさに、町財政が破綻することなく、そのことを成就しなければならないわけでございますので、そのことを念頭においてですね、これからも頑張っていきたいと思います。まあ、そうした意味で今日、講談の木谷先生、昨年からは、吉賀町の医療介護、統括管理者にもご就任をいただいておりますので、大変貴重なですね、ご助言もいただきながら、先ほど申し上げましたような公設民営化に向けて頑張っていきたいと思いますので、これからも県をはじめ関係者の皆様のご協力なりご支援をぜひお願いしたいと思います。今日本当に貴重なお話をお聞かせいただきまして、本当にありがとうございました。感謝申し上げたいと思います。はい、ありがとうございました。まあ、まさしく吉賀町の話は、もう今、現在進行中の話ですので、まあ、町長さんの熱い気持ちもですね、伝わってきたところです。で、一応、事前のアンケートでは、海士町の大江町長さんも参加いただいているというふうに聞いてますが、大江町長さん、いらっしゃいますでしょうか。はい、おります。あ、じゃあ、コメントをお願いします。あ、どうも。今日どうも貴重なお話ありがとうございました。非常に両先生方の、まあ、データに基づく分析で、さまざまな角度からお話をいただき、非常に参考になったところでございます。海士町もですね、まあ、今いろんな先生方の分析や構想ございましたけども、まずもってこの医療人材、介護福祉人材、まあ、これに今非常に手をこまねいておりまして、まあ、そこのとこをちょっと解決しないと、まあ、いろんな問題に対処できないなという、まあ、ところであります。まあ、そういう中で、一応、まあ、私ども離島でございますので、全国離島医療会議っていうのをちょっと主催いたしまして、まあ、当然3地域で中心になって、全国でさまざまな活動されている医師や福祉の人材、こういう方々との今、ネットワークを構築しようということで、まあ、2年ほど前からいろいろと動きをしております。まあ、この9月にもですね、多くの医師や看護師さんや、まあ、全国からウェブで参加をしていただきながら、まあ、この離島医療、将来の離島医療をどう考えていくのか、あるいはここの島前地域から全国の離島医療をどう展開していけばいいのか、まあ、国境離島としてのこの医療、国境離島としてのこの医療体制みたいなことを、まあ、考えていかなくちゃならないということで、まあ、今回データの分析等もございましたが、我々も、まあ、単なる単調でものを考えるんじゃなくて、少し広域でのこの介護や医療の役割分担、連携、こういうことが非常に大切だなと思ってお話を聞かせていただきました。まあ、今後ともいろんな分野で皆様方にご支援を賜るようになろうかと思いますけれども、まあ、引き続きご指導のほどよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当にいろいろお仕事で忙しいところ、首長さんたちに何人か出ていただいてコメントもいただきました。ありがとうございました。ちょっと石飛市長さんの方からその住宅政策の話で、集住というのは、まあ、まあ考え方の一つとしてはあるんだけども、なかなか実際は難しいということで、まあ、全国のいろんな事例の中で、まあ、そのあたりどういうふうに考えて進めとられるのかみたいな話、もし分かれば松田先生の方に、少しコメントをお願いしたいと思いますし、あと人材不足の話が出ました。石飛町長さんと大江、石飛市長さんと大江町長さんから
人材不足で、まあ、人口減少というのはイコール人材不足ということにもつながるので、この人材不足解決のポイントみたいなのがもし増田先生の中でイメージがあればちょっとコメントいただければと思います。まず住み方の方ですけど、各地域でいろんな工夫はしてます。先ほど話した足尾町なんかは、ご自分の家がある方に対しても、病院の周りの、その、私が作った町営住宅に、住むということを提供しているみたいですけど、僕は最近見た中ですごい面白いなと思ったのは、常陸大宮というところですね。水戸から、郡山の方に行く、結構、茨城の中でも田舎のとこなんですけども、そこに、白人会、っていう医療介護の複合体があります。で、そこの、鈴木先生のところのソーシャルワーカーの人がすごい面白い事例を紹介してくれて、最近結構増えてるみたいですけど、その医療機関の周辺に住んでる人がいると。90歳の女性だったりするんですけども、その方が鈴木先生の施設に入所すると。おそらく鈴木先生の施設で亡くなるだろうと。でもその時に、鈴木先生の家の近くに、空き家が一軒できちゃうんですね。で、その空き家を提供するんだそうです。要するに、子育て世代でそこに住みたい人、あるいはその山奥の方に住んでて、そこに住みたい人、医療機関の方に住みたい人にそれをレンタルしたい。そうすると、その病院の周辺の空き家が、住宅になるわけですね。あるいはその若者向けのシェアハウスなんかにして、提供する。そうすると、その、入所したその高齢の女性にとっては、その家賃収入が自分の収入になるわけですよね。で、病院の周辺の空き家をこうやって埋めていく。そんな形で徐々に病院の周辺に、人を集めるということを今やってるんです。これは実は七尾市の、慶治総合病院の菅野先生も同じことされていて、慶治総合病院はそれこそ能登半島を抱えているので、能登の方の患者さんが、慶治総合病院に入院して、やっぱり帰れないんですね、もう。だけど、その慶治総合病院のすぐ近くには、アーケード街があって、そこはもう全くのシャッター街で、でそこに空き店舗を使って、左高住じゃないや、空き店舗を使って、カンタキを作ってるんですね。カンタキ、ショウタキを。で、カンタキって、やっぱりすごくこれから使い方があって、結局泊まりができて、通いができて、ってやつですよね。訪問もできるという。で、カンタキって新しく建物を最初から作っちゃうと大体赤字になっちゃうんですけども、もう既存の、あれは規定が緩いので、もともとあるやつをそのままカンタキに転換していくと、結構初年度から黒字化できるんですね。そういう形で街中にある、もうすでに使われてない施設とか、街中にある空き家とか、そういうものを使って、多分カンタキみたいなものをうまく整備していくっていうのが一つのやり方だろうと思います。で先週、釧路に行ってたんですけども、釧路でも、実はもう人口減がすごくて、でも病院の、3階建ての病院のワンフロアが全く空いちゃってるんですよね。でそれをどうしたかっていうと、それを簡単に変えた。で、満席のケアとか考えたときに、医療も大事だけども、介護も大事で、リハも大事で、そういうのトータルに見れる職種って看護師さんなんですよね。今そういう形で特定看護師とか認定看護師の育成もやられてますけども、そういう看護師さんをどういうふうにうまく使っていくかっていうのがこれから一つのポイントかなと。で在宅医療も、実は国レベルで今 D2P with N っていうのを言われていて、例えば松江にいるドクターが、例えばその飯南町の山奥にいる患者さんを見ると。でその時にオンラインで見るんですけども、オンラインで見ても、その時に相手のところに一緒に看護師さんがいれば、かなり細かいところまでできちゃうんですよね。医師がそこに行かなくても、そこで一緒にやってくれる看護師さんが地域で確保できていれば、かなりそのドクターが直接行ってケアをやるのと同じ以上、多分それ以上になると思うんですけど、そういう在宅ができるので、なんかそういうことも一つのやり方なのかなと思います。それから、あと、これはもう日本の話やっていうか、海外の話になっちゃうんですけど、今結構途上国の
医療に日本の若い医師看護師が行くんですよね。で、それをコーディネートしてる先生がいるんですけども、長期で1年間とか行くって話になっちゃうとみんな嫌がるんです。でもそれが1ヶ月単位とか行って帰ってくる、来れるって感じだと結構な人がどうも応募してくれるみたいで、それは多分国内でもありなんじゃないかなと思ってます。前大阪医薬大学の学長とお話ししたとき、お聞かせたときに、高知の眼科の先生とか耳鼻科の先生とかは、結構そういう形で、高知じゃないや、大阪医科大学、大阪医薬大学の若い先生とはそういう形で、高知の山の中の病院の支援をしてるんだそうです。要するに、ずっと行くって話になっちゃうと大変だけど、眼科の白内障の手術とか行ってまとめてできちゃいますよね。例えば1ヶ月常駐して、わーっと30人ぐらい手術しちゃうとできちゃうわけなので、多分そんなもんなんだろうと思ってます。そうすると先ほど、どなたかおっしゃられてましたけども、自分の腸だけでいろんなこと考えるんじゃなくて、まとまっていろんなところと連携しながらやっていくっていうのはありなんだろうなと思ってます。ただそれをやるためには、ベースとしてその地域に、過疎地域はやっぱり総合診療医がいないと厳しいだろうと思います。ただ総合診療医って今の専門の総合診療医じゃなくても、もともと僕らの世代では一般内科医、一般外科医っていたわけでありまして、ちょうど僕らぐらいの世代だと思うんですけど、そういうドクターがもう子育ても終わってるし、結構地域で働きたいっていう人も多いので、まあ、そういうことの方をリクルートしてもいいんじゃないかなと思いますけども、まあ、いろんなやりようがあると僕は思っています。はい、ありがとうございました。大変参考になりました。要は、いっぺんに住宅政策っていうよりも、そこにある、周辺にある社会資源はどう有効に使いながらやるかというお話だったと思います。先ほどの北井先生の話ですごく大事で、やっぱり既存のものをきちんと使っていくって大事だと思うんですね。なんか新たに、こういう話って、新たに箱物を作るって話になっちゃうんですけど、新たな箱物を作るお金があったら、その分を人に回してあげた方が多分いいんじゃないかなと思います。あとすみません、検診のこと一つ忘れてて、60何歳っていうのを出したのはもう一つ理由があって、あれって何かっていうと、実は特定検診で受けてる人たちの6割方が、6割か7割女性なんですよね。しかも60代以上の人が多いと。50代後半から60代と。そしたら、骨折の予備軍がいっぱい受診してくれてるわけですね、特定検診。この人たちは実は運動機能向上プログラムのターゲットなわけです。ところが特定検診はそれをターゲットにしないから、せっかく来てきてくれてるのに、その人たちに対して運動機能向上プログラムを提供する機会を失ってるわけですよね。あの時に問診票の中に運動機能向上プログラムを介護保険のことやってますよね。あのチェックリストをちょっと入れて、この人運動機能向上プログラムの対象だって人に対して、その町でやっている、市でやっている、その運動機能向上プログラムの参加を呼びかければ、それ自体が要するに骨折予防とかそのようになっていくわけだから。で、介護保険使ってる人の分析すると、大体一番最初皆さん落ちるのが足腰なんですね。立ち上がり落ちてきます。立ち上がり落ちてきて、あとこの服を着るというこの肩周りの関節が起きてきて、もう一つ大事なのは股関節が悪くなってきて、足の爪が切れなくなるんですよね。こうなってくると大体介護が始まってくるので、そうするとそういう生活機能に着目した、その運動機能向上プログラムっていうのを、ぜひその50代の後半の人たちからうまく捕まえてやっていくっていうのが、多分介護財政を、そうするとですね、特定検診と特定保健師とって、それだけでやってちゃダメなんですよ。それにロコモ検診も加えるし、がん検診も加えるけど、総合検診化しちゃう。そうするといろんなことができると思います。で、さっきそれ言うの忘れてたので、はい。はい、ありがとうございました。じゃあ、一応、議長さんでさっきですね、私、ちらっと平木村長さんの顔が見えたような気がしたんですけど。雲南市ですけども、先ほどのご回答の関係で、ちょっと一言よろしいでしょうか。どうぞ。はい。既存の施設の活用とかですね、そういうのももちろん大切な視点だなというふうには感じておりますが、やはり一定のボリュームをですね、動かそうとすると、それなりの仕組み、それからそのプレイヤー、そういったものが必要となってまいります。
都市部では査工住というのが民間の資金をベースに動いてきているからこそ集住が可能になってきているんですが、やはり中山間地域、過疎地域においてそれをやろうすると本当の意味での住宅政策の中の議論が必要かなというふうに思っております。ぜひこの辺は一自治体でできる話ではなく、やはり県のレベルの住宅政策、今後の空き家の活用、例えば公営住宅などでも高齢者に限定した募集なんてできませんので、今の制度ではそういうようなところの部分はやはり県としての住宅政策をぜひ健康福祉と土木部の方でですね、またご検討いただいて何かしらお知恵をいただければということをお願い申し上げまして、一言大変申し訳ございませんがよろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。ぜひ情報共有して、いろいろ検討していきたいと思います。そうしますと、副部長さんの、おられましたね。平木村長さん、コメントお願いします。いや、本日はどうも、いいお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。特に、一番気になったのが、先ほど、先生の方からお話がありました、松田先生の方からお話がありました、住宅ですね、この住まいの施策をどういうふうに絡めていくかっていう部分が一番やっぱり私どもとしても関心がありました。ご承知の通り、私ども離島の中でも一番県内では小さな、自治体でございます。そうした中で高齢化が50% 近くございますので、かなりの、そういったリハビリ、介護が必要な方がおられます。こうした方たちに、どういった対応していくかってなった時の、介護の、どういうんですかね、いろんなケア会議ですか。ケア会議の中での、協議の中に、今、実際この、住宅というものが入っているのかどうなのか、ちょっと私も、この島の、千葉村の、介護のケア会議の方に、ちょっと聞いてみたいな、というふうな感じがしてます。そうしたとこからでも、一応診療所はございますので、訪問診療、訪問介護はできる環境にはございますので、そういったとこが、このケア会議の中で、進めることができるのか、どんな状態であるのかというのをこれからちょっと、見て、もし足らないようであれば、それがそこのところが積極的に、迎えるように、私も取り組んでまいりたいと思います。本日は本当、貴重なお話聞かせていただきましてありがとうございました。以上です。どうもコメントありがとうございました。会場の方からもう時間もない、あんまりないんですが、ご質問ご意見がありましたらお受けしたいと思います。もう少しありますので、お一人かお二人お受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。じゃあまた。これもですね、この間、その青森に行って、最近僻地ばっかり回ってるんですけど、青森でやっぱり人手が足りない地域に行って、でそこの老健施設を見に行ったんです。その老健施設ですごい面白いことやっていて、リンゴ農家が周りにあるんですけども、そうすると結構昼間暇なんですね。リンゴ農家の、奥さんたちって。で、介護施設で一番手間がかかるのがやっぱり入浴の介護なんだそうです。で、彼ら何やったかっていうと、入浴専門の短期の介護助手さんをそのリンゴ農家の奥さんたちを対象にたくさん作って、それでもう、プロが最初指導するんですけど、その入浴介護専門のなんかアルバイトをやってもらうんだそうです。そうする、それだけで実はその老健施設の中のケアワーカーの人たちの負荷がかなり下げられるんですよね。で、同じようなことを、利用者さんの移動ですよね。はい、移送。あれも考えてみると結構その地域にトラックの運転手じゃなくて軽トラの運転が上手な農家さんがたくさんいて、でそういうその空き時間をうまく使って介護施設を支えてもらうっていう、そういうことをやってるんだそうです。で、それですね、結構農家さんの方にとっても
現金収入が毎月あると結構大きいらしいんですよね。大体6万とか7万とか稼げるらしいんですけども、一人。そうやってその地域の人材を、の空き時間をうまく介護の方に使うっていうのも一つの手じゃないかなと思って、その青森のその施設のやり方見てて、ここ一つのやり方なんだなと思いました。はい、ありがとうございました。まあ、人材不足に対する、まあ、一つの方策の一つとして、まあ、ヒントをいただいたところだと思います。お受けしようと、あとお一人だけ会場の方からお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。あ、じゃあ加藤先生どうぞ。多分来るだろうな、質問来るだろうなと思ってました。増田先生、ありがとうございます。社会療法人人事会の加藤です。本日もまた、大変ためになるお話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございます。私の質問は、まあ、先生も以前からおっしゃっていらっしゃるんですけれども、設立母体によって、まあ、行政の支援が様々に異なってくるという、まあ、この今の課題について教えていただきたいと思っています。今日の話でも、本来医療の永続性を保持するために、視力をつかなくてはいけない社会療法人が、まあ、非常に困難な状況であった。一方で、医師の確保のために公設民営であれば医師の支援ができる。あるいは、まあ、そもそも介護保険事業は、官から民へという形で民間活力の活用が言われているんですけれども、実際に介護保険事業者は、ほぼ民間であれば、なかなかにこの行政からの支援も非常に難しいんだろうということを思うわけです。人材の確保についてもそうでしょうし、実際の補助金、助成金等についても非常に難しいものがあるんだろうと思っています。で、この点について先生、例えばフランスでの、ご経験であったり、まあ、その設立母体によって異なる、まあ、こういった支援のあり方っていうものを、まあ、どのように私どもも考えて一緒に考えていくことができればよいかなということを思っています。よろしくお願いいたします。質問ありがとうございました。フランスはどういう仕組みになっているかっていうと、公的病院サービスっていう概念があって、設立母体が民間であっても、公立であっても、公的なものであっても、同じ機能を果たしているのであれば、同じ処遇を受けるんですね。人の配置とか税金とかいろんな補助金とか。だから日本はやっぱり、ここはやっぱり少し考えた方がいいのかな、という話をずっとしてきていて、で、実は医療介護総合確保基金って、そういう目的で使うということを、前提に、健常全員先生たちが作ったんだそうです。でも今、地域医療介護総合基金って、そんな感じの使われ方になってないんですよね。本来、地域医療、お金というのが、民間であっても、なんかその地域のいろんなことをやってるのであれば、そこに対してお金をつけようっていう、そういう話だったんですけども、なんか全然違うことに使われてて、県によっては大学の寄付口座に使われたりとか、まあ、いろんなことがある。まあ、その寄付口座が地域に人材出すとこだったらいいんですけど、そうじゃないところに使われたりとかして、ちょっとおかしな使われ方になってるんですけども、これいずれ財務省から、何に使われてるかってチェックが入るだろうと思ってます。で、そういう意味では、例えば先生とかすごいいろんなことやられてるわけで、僕はその地域医療、その地域、医療介護総合確保基金っていうのを、まあ、本来の目的に沿う形で使っていただけたらいいんじゃないかなと思っております。で、結構いろんな無駄なものに使われちゃいましたですね。地域医療再生基金もそうですけども、地域共通電子カルテっていうのがありましたけども、結局、ものすごい莫大な補助金を、家電メーカーじゃなくて、ああいう会社にあげただけで終わってしまったっていう、非常に悲しいことになってるわけですけども、まあそういう意味で、地域医療介護総合確保基金をうまく使っていただけたらいいんじゃないかなと本来は思います。ただ一方で、現状で もうちょっといろんなことできるんじゃないかなとも思ってます。で、ただ今日、北谷先生のやつで夕張の話をやってましたけども、夕張破綻しました。
夕張はもう自治体が健康教育とか介護予防教室もできなくなっちゃったんですよね。で、何やってるかっていうと、法制会っていう札幌に本部がある、医療法人、まあ複合体ですけども、そこにもう、その健康づくりとか全部委託しちゃってるんですよね。で、茨城さっき話した白人会もそうです。その自治体がもう手がないので、そうやらなければいけないそういう介護予防とかそういう事業を、もう地域の民間病院とかにこうやって委託するっていうことがある。で、これ、すごくメリットがあるんですね。そういうところで働いてる人の職にしてみれば、高齢者、自分の患者さんが、地域でどういう実際の暮らしをしてるのかっていう、そういうことを見る機会にもなるし、それからそのケアの連続性が担保できるんですよね。自治体がそういう形で、地域の医療機関、介護事業者に、支援を、まあ、支援というか、事業の委託ですから、まあ、全くの支援じゃないけれども、そういう形で支援するということもできるんじゃないかなと思うので、そういうこともぜひ考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。貴重な、質問と、コメントでした。ありがとうございました。ちょっと もう時間も過ぎましたので、まあ、もっといろいろあるかもしれませんが、まあ、もし質問がありましたらですね、県の方にまたメールなりなんなりでいいので、意見をお寄せいただければ、それなりの、講師の先生方に、投げて、まあ、その答え等をいただいて、またフィードバックしたいと思います。じゃあ、増田先生、そして北谷先生、どうもありがとうございました。それでは全体進行にお返しします。以上をもちましてですね、本日の予定はすべて終了いたしました。なおですね、本セミナーにつきましては、後日、アーカイブ動画の方をですね、掲載する予定ですので、またその点については追ってご連絡をいたします。それでは以上をもちまして、トップセミナーの方を終了いたします。本日はご参加いただきありがとうございました。ウェブでのご参加の方は適宜ご退出ください。ありがとうございました。